イジュキハード。イジュキハードとは、イスラーム法における法律用語の一つで、クルアーンやシャリーやスンナといった方言の解釈、フィックフに基づく、具体的な法的決定際に十分な権威の確立された宣令や、イスラーム法学派による伝統的見解に依拠することなく、決定者が独自の解釈理論を援用して、法的な決定を行うことを指す。 イジュティハードを行う人のことをと呼び、イラーム法学者、ウラマーがこれを務めることが慣例化している。イジュティハードの語源は、何らかの努力をするを意味するアラビア語の動詞、ジャハダ、ジャハダであり、イジュティハードは、ジャハダの語根の JHD の変化型が名詞化した、派である。JTHD と T が第一語根の後に、挿入されているのは、イジュティハードが、動詞ジャハダの第八 強調を伴う再帰形を元にしているからである。この動詞ジャハダの第八形イジュタヒド、自分自身で奮闘する二長母音を加えて同名詞とすることによりイジュティハードとなり、軸通りのニュアンスは自分自身で格闘することといった意味の言葉になる。また、イジュティハードを行うものを表すムジュタヒドはジャハダの第八型にを加えて人を表す名詞にしたものである。 何らかの努力を意味するジハードも同語源である。イジュティハードの反対、すなわち、洗礼を踏襲して決定を行うことは、アラビア語で模倣を意味する、である。イスラーム早々期、イジュティハードは、一般的に、法の実践という形で用いられており、また、カラーム、キャラム、イスラームにおける、私弁神学一般を指すの哲学に基づいて、宗教の差別なく、 用いられた。少しずつだが、いくつかの理由のために、実践から用いられなくなった。ガザーリーが、最も特筆すべき方学者である。ガザーリーの論理とは、いわゆる、イジュティハードの門は閉じられたという論理である。この論理は10世紀に短所がある。この世紀の前後には、主なハディースの収集が完了した。この論理を端的に説明するならば、 今後はすでに確立された法体系とその解釈の伝統を守るべきで新たな法解釈は認められないという論理になる。一方、ガザーリーの論理に対して真っ向に反対する論理を提示したのがハンバル法学派に所属するイブンタイミーヤである。イブンタイミーヤが活躍した部隊はフレグウルスとマムルーク長が退治したシリアとエジプトである。イブンタイミーヤが強調した論理は シャリーヤである。彼自身は、クルアーンとスンナの協調のみでは、現実的な問題に対処することが困難で、あったということを十分に理解していたので、シャリーヤが現実的機能を果たすためにも、クルアーンとスンナに現れている法的原則を解釈し、応用する必要性を解いた。イブンタイミーヤは、法学者などの裏側の重大な任務を解き、方言としてのクルアーンとスンナを、 絶対的優位な法体系に認めることで、この原則に則ったイジュティハードだが有効なもので、あるとし、個人によってそれぞれ勝手に独自の判断を認めなかった。彼の論理は、18世紀のワフハーブ派の運動に大きな影響を与えていく。12イマーム派において、グラマーによるイジュティハードを基礎づけるために用いられた、弁償法は以下のようなものであった。まず、 ラーフは、全知全能であり、アンラーフのみが、一心専属権として有する、立法権を用いて、人類のために法を作り、人類にその法を伝えるために預言者を指名し、さらにその法について、人類を正しく導くイマームを指名した、と説いた。その上で、預言者も過去のイマームも神の業のすべてを知り尽くして、言葉に残したわけではなく、また現在のイマームであるムハンマドアルマフディは、 お隠れになっている、とした。このような認識を前提として、故に、ウラマーはアンラーフが作られた法律をクルアンと、派デースから特別な方法を用いて探す義務を負っており、これが、ウラマーによるイジュティハードの目的である、と彼らは結論した。この論理により、12イマーム派は、イジュティハード一種の法発見の過程と位置づけ、法創造であるとの批判を否定したと言われている。 19世紀後半に活躍したイスラーム改革思想家であるアフガーニーの思想すなわちイスラーム世界の統一を目指すパンイスラーム主義とイスラームの伝統的な精神への回帰であるお転させ今日に至るまで法解釈に大きな影響を与えているのがエジプト出身のウラマーで後にエジプトの大ムフティ職に就くことになるムハンマド・アブドゥ・アブドゥデル 19世紀に入り、西洋の文化が急激にイスラーム社会に流入していく中で、イスラームの成立時には存在しなかった諸事象に対して、適法か不適法かの判断を下す必要が出てきた。この際、新たな諸事象をいたずらに、不適法にするのではなく、これまでの方言に基づきつつも、法学者が自ら判断して、 柔軟な法解釈を行うことで西洋の文化もイスラームに調和した形で姿することができるとしたのがアフガーニーやアブルフの思想であり、この自己判断による柔軟な法解釈、すなわちイジュティハードを行うことこそがイスラーム成立当時の精神に立ち返るのに必要な行動であるとした。このような柔軟な法解釈こそが原点回帰を生むという視点は、 アフガーニーやアブドゥフが活躍した時代よりも後に成立したエジプトの政治団体であるムスリム同胞団などにも影響を得ている。1973年にムスリム同胞団第三代団長に就任したティルムサーニーは著書イスラームと宗教的統治において理想を実現する手段を決定的に書いていたとはいえイジュティハードの資格を持つムジタヒドを 国家元首にいただくイスラーム国家の建設を企由するという点であり、硬直したシャリアの運用を打破し、時代の要請に応じた新たなシャリア解釈を生み出すためにはそうした統治が不可欠であるという視点を提示した。ただ、重要視しなければならないのは、ティルムサーニーは、イジュティハードは、方言に関する知識、ハディースの内容に関する知識など15項目以上に、 及ぶ条件を満たせば、可能と去ると述べるなど、必ずしも、イジュティハードの積極的行使は認めていない点である。シーア派の国家であるイランにおいては、イジュティハードは、法学者の統治という法論理に修練されることになる。ベラーやテファギーフロントは、第12代イマームが、お隠れになった後に、誰が、宗教共同体を率いるかという問題に直面した。 シーアハウンマが生み出した法論理であり、その端緒は、ウラマーによる司法権限の代行、ウラマーによる宗教税の徴収と配分権の保有であり、現代では政治面まで拡大している。一定以上のウラマーにイジュティハードが与えられ、このような学者のことをムジタヒドと呼ばれる。ムジタヒドの中での最高権威がマルジャエタクリードと呼ばれ、 イスラーム法の解釈権を持たない者は無カリードとみなされ、無ジュタヒドに従うことが求められる。ただし、模倣、タクリードとは、猛獣、ターッポドと、はい、理性による批判精神を捨てるよう求めるものではない。よって、タクリードとはイスラーム法の専門家の権威を認めることであって、具体的にその学説を受け入れるかどうかは、信者子に委ねられるという説もある。 非イスラーム世界に居住するムスリムは、イスラーム法よりもむしろその国の世俗的な法律に従うようになる。この文脈では、イジュティハードは、主に、理論的、関連的な運用になる。保守的なムスリムが言うには、大多数のムスリムは、イジュティハードへと導く方言の勉強を受けていない、ということである。彼らはまた、その役割は、 伝統的に学者の下で何年者の間勉強をしてきた者にだけにイジュティハードを講師する役割を持っていると述べる。しかしながらリベラルなイスラームではどんなムスリムであったとしてもイスラームは聖職者のヒエラルキーや官僚組織を一般には受け入れていないという観点からイジュティハードを講師することができると主張する。2004年3月19日、ワシントンで 全米平和協会が招待する形でイジティハードに関する会議が開催された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。